先生、はいはい、なんかまだ慣れないので、ここがこう痛い、赤くなってまだ慣れてないから、それはどうしたらいいんですか？はい、まだこの爪の輪っかが硬いので、どうしてもね、はい、うんうん、ね、ちょっとね痛いんですけど、はい、まあ見てわかるかな、うち入れてるとこういう感じで跡がつくんです。はい、うん、ちょっとへこむんですね。そう、そうですね、そのくらいわりかしギュッとこれ押してるうちに外れてきちゃうので、わりかししっかりにも入れるんですけど、はい、琴引きの人、大概の人はあのこれ革でできてるので、革製品なのでに漆塗ってあるから、うんうん、なのでこの革を湿らせて、うん、密着して、それが乾くことによって皮が収縮して密着度が増すっていうので、うんうん、はい、大概の人は指を自分で舐める、ちょっと舐めて湿らせてから爪をはめる、そうするとだんだん馴染んでくる。そうですね、うん、OK です。で皮が、はい、そうそう密着してくるようになるので、はい、じゃあだんだん馴染ませて、そうですね、はい、ありがとうございます。